2004年11月に公開された長編アニメーション映画ハウルの動く城、宮崎駿監督にとって9作目となる長編アニメーションで、魔女の宅急便以来15年ぶりとなる他社原作の作品でもありました。公開2日目で観客動員数110万人、興行収入14億8000万円と日本映画として当時の歴代最高のオープニングとなり、2004年と2005年の興行成績第1位を記録しています。この映画の主人公ハウルの声を木村拓哉さんが務めたのですが、現在海外のネット上でハウルと木村さんの写真を並べた投稿が様々な媒体で拡散されるなど非常に大きな話題を呼んでいます。注目されているのは若かりし頃の木村さんの美しさ、ハウルを担当された頃よりも前の写真だと思われますが、まるで実写版ハウルのようだとして絶賛されています。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。